皇居周辺では今日、街をきれいにしようとランナーたちが清掃や草刈りなどを行いました。この活動は普段皇居の外周を走っているいわゆる皇居ランナーと千代田区の職員らが協力して初めて行ったものです。およそ140人の参加者たちは雑草を抜いたり落ち葉をほうきで掃くなどしておよそ2時間かけて皇居外周の歩道や広場などをきれいにしていきました。いつも皇居を使わせてもらってるんでせめてもの、なんていう恩返し。普段走るところをなかなかこういうところで草むしりする機会もないのでそういった意味では今充実した時間になっているかなと思います。活動に参加した千代田区の石川区長は継続的にこうした環境美化活動を行い皇居周辺を憩いの場にしたいと話していました。